今回のプレゼントはこちら、フィリピンポラカイとお土産セット、バッグや T シャツなど1名様にプレゼント。応募方法は動画の後半に出てくるから最後までチェックしてね。さあ、そうミスマリンちゃんとミスマリンちゃんのプレゼントが当たるドキドキ水着で大ショックイズ。それではクーパージャスで分かれていただきます。はい、クーパージャス、あ、出たよ。なんでチョキ出たよ、これ、ね、出ましたね。ちょっと今イエロー、ね、イエロー出ました、ね、イエロー出ましたね。すみません、草汁ですね。それでは気を取り直して、チーム分けはご覧の通り、罰ゲームをかけて We start。 それでは本日の内緒クイズはこちら、はい、以前沖縄ロケでドローンを海に落としたディレクターのミサワ、今回もあるものをある場所に落としました。一体どこに何を落としたのでしょうか。ということで、ミサワディレクターは一体どこに何を落としたでしょう。はい、どこに何を、はい、はい、海に携帯を。おっと、正解でしょう。違います。違うの。やりがちなんだけどな。まだ何も、はい、車に携帯を置き忘れ。ああ、まあでもありそうですよね、それね、うん、違います。もうずっと出てますけど、うん、携帯です。ああ、やっぱりね、携帯をどこに落としたのかというね、うん、自分のです。泡のプール。おお、に携帯を。わ、まあまあまあ違いますけどね、うん、その、だあれだよ、下水。お、ドブ、ドブ、ドブ、下水道、ドブ、下、うん、に何、に携帯を落とした。落とした、うん、正解。イエーイ。正解は、やばい、これ最悪、やばいやばい、鉄でっけ。下水道に買ったばかりの最新スマホを落としたでした。どうやってここに落とすんだ。落ちて準備で必死に捜索をしていたところ、あった、え、新車が見えるの。うそー、どうすんの。コーディネーターさんが下水道に腕を入れてスマホを取ってくれるという奇跡が起きました。やったー。ということで、三村アンジェロチームの勝利。アビチームは罰ゲーム決定。今回もこちらのパチンコ台を使って罰ゲームを決めちゃいます。それでは罰ゲームチャレンジスタート。スタート。いきます。さあ、何がいいのかな。怖いんだけど。どう、はい、来た。あー、出た。結局ということで、これですね、罰ゲームは体に謎の虫。じゃあ女性は3匹ですね。はい、じゃあ私手を、はい、これいつから。わお、体にいいですか。いや、だってもう安心が本当に、ポップコーン乗せてるぐらいの感じだもんな。絶対美味しくない。はい、はい、くっさ、でかい。うわ、でかくない。交換する。はい、こちらでございます。友達の家族、花村さん。神々してね、神々。さあ、それでは行っちゃいましょう、うん、それでは罰ゲーム執行。はい、じゃまずね、ポンポンと、はい、ほら、あ、スナック食ってるね。スナック、おいしい、おいしい。全部いってみて、いきますね。はい、うん、はい、あ、なんか飛んだ。あ、羽が飛んだ、羽が。そんな一気に入れて大丈夫なの。うん、ちょっと唾液で溶かしてね。歯に挟まった。歯に挟まったじゃないんだよ。それではプレゼントの応募方法をお伝えします。今週の罰ゲームは何だったのかを明記の上、ホームページから応募ください。以上、プレゼントが当たるドキドキ水着で大丈夫でした。